次は山口です。これから先しばらくトンネルが続きます。窓が開いていましたらお閉めください。ここで皆様に山口号の先頭を飾るレッドマークについてご案内いたします。本日は C57 蒸気機関車誕生して満80歳を迎えます。今日と明日は80周年記念ヘッドマークを装着して運転しております。実はこのヘッドマークは山口県の特産品であります夏みかんの黄色に山口県の県の鳥に指定されているナベヅルがデザインされています。昭和54年に運転開始以来一度も変わることなく山口号のシンボルマークとして親しまれてまいりました。初めに入りますトンネルは山口線で一番長い田代トンネルで長さは1897メートルあります。列車は海抜300メートルの田園地帯を後にしてこのトンネルに入りますと1000分の25の急勾配を下ります。この1000分の25という勾配は1キロメートル行く間に25メートル下がっていくという意味です。次の山口駅まで標高差およそ250メートルを一気に下ります。